ジェイストームジャニーズエンタテイメント級会社情報ジャニーズエンタテイメントはジェイストームの社内レーベルかつて存在した日本のレコード会社株式会社ジャニーズエンタテイメントの後ろ身にあたる略称ジュ、初代社長藤島ジュリー慶子二代目社長藤島メリー安子三代目社長小杉里湯作エンターテイメントは 一般的にエンタテインメントと訳されるが、ジャニーズエンタテインメントが正式な社名である。1997年2月14日、近畿キ,キッズの CD デビューを見据え、ジャニーズ事務所が設立。以降、少年隊、ニュースなど同事務所のアーティストが所属する。所属アーティストの CD、映像作品の制作のほか、期間限定で活動する、スペシャルユニットの企画作品も手掛け、 姉妹会社の j ストーム設立以前は、カトゥーンやカンジャニエイト、ジャニーズジュニアの映像作品の制作も行っていた。販売は、ソニーミュージックエンタテインメント参加のソニーミュージックソリューションズに委託している。日本国内と比べコストをかけずに、良質な楽曲を得られることから、スウェーデンの音楽出版社、リアクティブソングスインターナショナルへ投資している。 同国のクリエイターから調達した楽曲には、キンキーキッズ、ハッカキャンディニュース、赤く燃える太陽、修士と、アキラ、青春アミーゴなどがある。2019年5月31日をもって、レコード会社としての事業を終了し、J ストームへ事業上等及び経営統合。以降は、同社のレーベル、ジャニーズエンターテイメントレコードに、全アーティストが移管した。 各種メディアでは、ジャニーズエンタテインメントという表記が多い。所属アーティストの作品以外にも、以下の映像作品を制作している。それ以前は、香港では、ポリグラム系列のゴーイーストエンターテインメント。台湾では、ジャニーズ事務所が原版権を保有するスマップ。当時、日本国内ではビクターに所属していたが、香港では JVC が、ライセンス先だった。 と嵐の作品同様、本レーベルの作品は、フォーワードミュージックへ販売委託していた。ありがとうございます。